こんばんは。できる&モテる男になるための男磨きチャンネル、大竹浩一です。今日はですね、オーダースーツを買う際に知っておくべき生地の知識、スーパーと番手ということをお届けします。はい、スーパーと番手、これがですね、専門知識なんですけど、ぜひ、買う際ですとかですね、こだわりを持ってスーツ選ぶ方は知っておいた方がいいことなので、お届けしたいなと思います。なかなか他の動画ではですね、触れられてない部分なので、ぜひ最後まで、ご覧いただければと思います。で、このスーパーと番手というのがとっても誤解されやすいんですよね。それと、既成のスーツ屋さんですと、そこまでしっかり知識がなかったりするので、お届けしたいなというふうに思ってます。はい、このスーパーと番手というのはとても質問が多い部分なんですよね。はい、でそれを、今日はお届けしようかなというふうに思ってます。百聞は一見にしかずですね、実際見た方が早いですね。はい、例えばこれはカノニコなんですけども、はい、カノニコ、ビターレバルベレスカノニコとあって、その下にリベンジスーパー150とあるんです。これがそのスーパーの、表示ですね。そしてその下に品番があって、ウール 100% 素材とグラム数が書いてるわけですね。こちらも同じく品番があって、オールシーズン出ましたね。スーパー110、そしてウールが 100% で、色とあとグラム数が書いてるわけです。あとはこちらですね。はい、これも同じですね。はい、この下にあるこのネームタグは、これが実際のお客様のスーツの中につくタグなんですけど、そこそれも分かりやすいですよね。ここに、ブランド名があって、その下に4シーズンっていうカテゴリー名があって、その下に、はい、スーパー130のウールと書いてますよね。はい、この表示の中のスーパーということについて解説をしていきます。はい、でということでですね、スーパーと番手、このスーパーを語る上ではこの番手というのも、欠かせないものなので、お伝えしていきます。この2つが結構ごっちゃにされやすい、とても誤解されやすいんですね。まず番手というのは糸の細さです。糸の細さですのことを言っています。はい、そしてスーパー、例えばスーパー100、先ほどの110とかスーパー130とか、スーパーというのは原料、つまり原毛ですね、ウールの原毛の、繊維の細さを表しています。なのでスーパーが直接的にその糸の細さを表しているわけではなく、糸の細さ太さを表しているのは番手ということになるわけですね。このスーパーというのはですね、ウールに限った表示です。はい、ウールに限った表示、ウール外ではこのスーパーというのは使われないんですね。基本的には番手というものが、糸の細さは使われます。コットンだろうが、ウールだろうがリネンだろうが、番手というのが使われるんですけど、この番手も素材によって細さが違うんですよ。なのでウールの例えば、180番手と、コットンの80番手って細さがまた違うんですよね。これがまたこのアパレル業界というかファッション業界のややこしいところでもあるんですけど、それぞれ素材によって違うと。で、一般的にですね、スーツ主に使われている番手というのはだいたい60から80番手というものが使われていると言われています。なのでスーパー110と110番手というのはごっちゃになるところに全く全然違うものなんですよね。なのでここはしっかり、番手とスーパーでの違いを理解していただきたいなというふうに思っています。そしてスーパーというのはですね、これじゃあ繊維、ま、原毛の細さだとお伝えしましたね。で、これどれぐらいのものなのかっていうのを、お伝えします。はい、スーパー100というのがですね、これが 18.5 ミクロンという、表示、細さになるわけですね。この1ミクロンっていうのは1ミリ、このわずか1ミリの1000分の1です。めちゃくちゃ細いですよね、1ミクロン。なので、その 18.5 ミクロンがそれでもどれだけ細いかはよくわかると思います。はい、スーパー100というのは 18.5 ミクロン。ここでちょっと表を出しますけれども、はい、スーパー100が 18.5 ミクロンですね。これがスーパーの表示が10上がると、スーパー110になると 0.5 ミクロン、まあ、細くなる、つまり数字は小さくなるわけですよね。スーパー110ですと、18ミクロン、はい、130ですと大体17ミクロンぐらい。そして一般で、販売されている中で、高級なものというのは大体150とか160って言われるんですけども、これ160になると 15.5 ミクロンになるわけですね。はい、ということでスーパーの表示が上がると、繊維が、原毛の繊維が細くなっていくと。で、
もう一つ大事なのはですね、この一本の糸を紡ぐときに、はい、どれだけの、まあ、あの繊維、原毛のその繊維の構成本数が必要かというか、ベストバランスっていうのがもう決まってくるわけですよね。これは生地の強度とか、風合いとか、手触り、この辺を、考えた上で、ベストバランスっていうのが決まってくるわけですよ。なので一本の糸を紡ぐときにですね、はい、原毛が細ければ細いほど、つまりスーパーの表示が高くなれば高くなるほど、一本の糸を紡ぐときに繊維が細くなるので、必要な本数っていうのは増えてくるわけですよね。多くなってくる。糸を紡ぐときに原毛の必要な本数、量というか変わってくるので、まあ、効果になるっていうことが言えるんですよね。はい、ということで、この、まあ、スーパーと番手というのは本当に、まあ、正しい知識を知らない方がたくさんいるわけですね。で、やっぱり数字があるで、こう一つのジャッジするポイントになるじゃないですか。特に、こんだけ、まあ、色とか柄があるわけですよ。もちろん色も柄も大事ですよね。スーツ色と柄大事。でもそれ以外に、まあ、この番手の表示だったりとか素材、その配合率とか、そういったものってすごく大事になってくるので、その中の一つ質問が多いそのスーパーというものを今日、お届けさせていただきました。また別の動画でですね、今後目付けそのグラム数であるとか、そういったものを取っていこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ということで今日はですね、オーダースーツを買う際に知っておくべき生地の知識、番手とスーパーについて、お話しさせていただきました。ちょっとでもね、ためになった方はぜひチャンネル登録をお願いします。それから下の概要欄にですね、現在 LINE アットの URL を載せております。こちらの URL 登録いただくと、今限定で3つの特典を差し上げてます。はい、特典の内容はですね、男磨きに関するレポートというかマニュアルみたいなものですね。はい、内容が、1つ目が絶対にやってはいけない男性ファッション4つの落とし穴、2つ目が第一印象で圏外にならないための清潔感12のチェックポイント、3つ目が女心をつかむモテコミュニケーション16のコツという3つをプレゼントしております。はい、受け取り方はですね、下の概要欄から LINE アット登録いただき、登録するだけだと届きません。登録後、お名前と PC アドレス、 PC アドレスというのはですね、携帯のアドレスだと、PDF、 そのマニュアルが開けないとか見れないっていうのがありますので、LINE アット登録後、お名前と PC アドレスをトークでお送りください。そちらのアドレスに PDF でプレゼントさせていただきます。内容とっても濃いものになってますので、移動中も見れますし役に立つと思います。ぜひ受け取ってください。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。